どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、外掛けフィルターは何を使っていますでしょうか？自分が愛用しているのはジェックスのスリムフィルター M という外掛けフィルターです。見た目がスタイリッシュで、水中ポンプもそこまで目立たないのが気に入っています。ただ、最近は小型水槽にも外部フィルターを使うようになったため、外掛け自体あまり使ってないです。そういったこともあり、去年アップした各メーカーの外掛けフィルター動画以降、外掛けに触れることがありませんでした。ちなみに、外掛けフィルター解説動画はじわ伸びしてて、自分の動画の中でも再生数が多いです。概要欄に各メーカーの外掛けフィルター動画と1つの動画で比較している動画の再生リストを載せておきますので、気になる方は見てみてください。そんな注目度が高く、手軽で安価な外掛けフィルターに、ついに新商品が出てきました。今回はだいぶ前から発売するのを今かと待っていた待望の外掛けフィルターです。今までにない画期的な機能が備わった次世代の外掛けフィルターなので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで、今回紹介する製品はこちら、寿プロフィットフィルター Z+36 です。価格はチャーム本店で2280円。こちらは自分が動画で絶賛していたプロフィットフィルター F シリーズの後継機的存在のフィルターです。正直、名前が一緒なだけで見た目も機能も全然違っており、交換路材に互換性があること以外は全く違うフィルターだと思ってもらっていいです。スペックは 45cm 水槽以下、水量36リットル以下までに対応しており、消費電力が 50Hz 帯で 6W、60Hz 帯で 5W、流量が 50Hz 帯で360リットル毎時、60Hz 帯で420リットル毎時、本体幅 14.2cm となっています。枠付き水槽の場合、2cm までのものなら取り付け可能なようです。ちなみに、このプロフィットフィルター Z シリーズは Z と Z プラスという2つのシリーズが展開されています。 Z と Z プラスの違いは、おそらくですが後にお話しする今回のフィルターの目玉機能の有無だけなので、基本の構造は使い回しだと思います。そして、この製品はナンバリングが紛らわしく、 Z シリーズの方は Z25、Z30、Z40 の3つのサイズがあり、Z プラスの方は Z プラス28、Z プラス36、Z プラス50の合計6個の製品があります。ぱっと見、どれを選んだらいいかわからないですよね。実はこの末尾の数字は適合水量を表しており、今回紹介する Z プラス36の場合、水量36リットル以下の水槽に使えるという意味になってるんです。なので、今回のフィルターの購入を検討される場合は、自分の水槽の水量に合った末尾のもので、目玉機能がついてるかどうかを基準に買えばいいと思います。ちなみに、カタログスペックを見ると Z25 と Z プラス28、Z30 と Z プラス36、Z40 と Z プラス50の3つのグループは、互いに流量と本体幅が同じなので、純粋に目玉機能以外は同じ側が使われているものだと考えられます。先ほどお話しした水量によるナンバリングの違いは、目玉機能が追加されたことによって濾過能力が上がり、 Z シリーズよりも Z プラスの方が濾過能力が高いことに起因しているようです。Z シリーズが手元になく、いろいろ入念に調べた結果、その結論に達しましたが、あくまで推測の域を出ないので、参考程度にお願いします。それでは、紛らわしいナンバリングの解説も終わったので、早速開封していきます。まずは説明書。中身は割愛しますが、この説明書は保証書も兼ねているので、一応保存しておきましょう。ちなみに保証期間は淡水1年、海水6ヶ月となってます。続いて本体。めちゃくちゃごついですね。全体的に四隅の角は削ってますが、角張ってます。質感はあまり高級感はないです。現行のプロフィットフィルターはプラスチックに光沢があり、硬さもしっかりしていたので、ここら辺はちょっと残念。色は全体的に黒色で若干ですが透けています。下の部分は透明で濃い青色ということで、ここら辺は好みが分かれそう。続いて出てきたのはパワーボールバイオというドライろ過剤です。これは通水性も高く、物理ろ過と生物ろ過両方を担ってくれるので、こういったろ剤が標準でついているのは外掛けフィルターとしてはとても得点が高いです。普通は消耗品で儲けたいところなので、こういう半永久的に使えるろ剤はあまりつけないんですが、さすがは寿といったところ。そして肝心の Z プラス特有の目玉機能がこちら。フィルター上部に設置するプラスボックスです。これは上部フィルターで人気のグランデカスタムのように、元々のフィルターの上に重ねることで、ろ過総容量を増やそうというものです。個人的にこれは結構画期的だと思っており、以前紹介した AI 水槽でドライ&ウェット方式のろ過能力の高さを痛感したので、このろ過システムが外掛けフィルターに追加できるというのは大きなメリットです。単にろ過総容量が増えるのではなく、溶存酸素量が増えバクテリアが活性化するので、見た目以上の効果が期待できます。まあ、ろ過能力に関しては主観でしか語れないので、あくまで一個人の意見としてお聞きください。少なくともこの上に積み上げるという機構を手軽な外掛けフィルターで実現したのは革新的だと思います。見た目はだいぶ存在感出ますけどね。内部はこんな感じで切り欠き状の堤防が設けられており、落水部分には斜めにスリットが入っています。こうすることでできるだけ均等に水が流れるようにしているんでしょうね。また排水部分やつまみは取ることができ、排水角度の調整も可能です。用途に応じて柔軟に対応できるのはいいことですが、若干でかくて邪魔な気もします。下段のろ過槽は特に目新しいものはありませんが、落水部分の傾斜がきついのが特徴です。幅広の落水部の先は水流を和らげるためにスロープ状になっており、小型水槽での水流がどうなるか気になるところ。付属のスポンジマットとウールマットが1枚ずつ入れられます。また、右側のスペースには違うろ材も入れられるということで、カスタム性能も高く好印象。ここで次の付属品に移る前に、やりたいことをちょっと試します。まず、プラスボックスについている排水パーツを取り出します。これをろ過槽本体に取り付けると、あら不思議。Z30 と全く同じフィルターが完成しました。冒頭でお話しした Z と Z プラスの違いはプラスボックスだけということが実証されたと思います。モーターの流量と本体幅も同じということは、わざわざ違う型を使う必要もないので、純粋にボックスの有無で差額が生まれてるわけですね。 Z30 が1850円ということで、個人的には430円の差額でドライウェットろ過が追加できるボックスと、そこに入れるろ剤が追加できるなら、迷わず Z プラスの方を選びます。使っていく中でどうしても上に重ねるとやぼったいと思った場合は、なくして運用することもできるので、自由度がとても高いですし、どのサイズも Z プラス一択というか、プラスボックスが他の外掛けフィルターとの唯一の差別ポイントなんで、Z シリーズ買うなら他のもっと安いフィルターをおすすめします。続いて出てきたのはモーターです。水中内モーターということで、あまり存在感は出してほしくないんですが、大きさは結構デカめ。中には6枚の羽がついたインペラが入っています。モーターの大きさと同じく、外掛けフィルターとしては大きい方だと思います。まあ、流量的に妥当のサイズではあります。接続部分はゴム製になっており、寿の静音にかける熱量を感じますね。続いて出てきたのがこちら。ストレーナーニッシュとスポンジです。こちらは2つのストレーナーが付属しており、水槽の高さによって使い分けることができます。長いサイズは水槽縁から定床の距離が19センチ以上の場合に使用でき、短いサイズは14センチ以上の時に使えます。可変式ではないので融通が利かず、おまけにストレーナースポンジは長いサイズでしか使用できないのが残念ですね。まあ、これだけ短いストレーナーだとスポンジつけるもクソもないんでしょうけど。最後に出てきたのはいつものフィルターを水平にするためのパーツです。質感はちょっとグリップ力のあるプラスチックみたいな感じ。正直お世辞にも丁寧な作りではないです。なんかバリもありますし、以前のプロフィットフィルターと比べるとパーツ自体のクオリティは全体的に下がってますね。それでは組み立てていきます。まずは水平パーツです。正直ちゃんと機能するのか心配していたんですが、思いのほか安定してそうです。硬すぎずやわすぎず、グリップ性もあり無段階調整なので取り回しがしやすいと思います。続いてはモーター。このモーターには向きがあり、このシール部分が裏面に、コードが外側になるように取り付けます。ギラついているシールを裏にしたのはいい判断ですね。フィルター本体の接続部分が同じ六角形の形になっているため、モーターとフィルターの一体感があります。その分存在感はあるので賛否両論ありそうですが、上部にろ過層を増設するという機構を実現するための形なのかもしれません。ちなみにフィルター本体にはコードを通すための溝が掘ってあり、こういう細かいところがかゆいところに手が届いてていいですね。次にストレーナーを差し込みます。その後プラスボックスを組み付け、排水パイプを取り付けます。あとは付属のパワーボールバイを入れれば完成。目新しい機能がついているフィルターって組み立ても煩雑になりがちですが、このプロフィットフィルター Z プラスは簡単でいいですね。すべて組み立てた状態がこちら。良くも悪くも無骨な印象を受けます。続いて実際に 30cm キューブ水槽に取り付け、ろ過層容量、水流、静音性を見ていきます。取り付けた際のサイズ感はこちら。横幅がスマートな分、上に乗っかっているプラスボックスの存在感がすごいです。ただこうやって見ると小型の上部フィルターみたいですよね。フレーム水槽でも違和感なく使えそう。次にろ過層容量を測るために1リットルの計量カップで溢れないギリギリのところまで水を入れていきます。今回は一応プラスボックス付きでの検証です。だいたい 310ml 程度残ったので、ろ過層容量は680から 90ml 程度なことが分かりました。小型水槽向けにしてはしっかり容量ありますね。それではろ過層容量も測ったので電源を入れていきます。ちなみにこのフィルターは呼び水なしで始動できる優れものです。若干ろ材が浮いてきましたが、水になじめば自然と沈下していくと思います。落水部分はこんな感じ。幅が広いのでマックス流量でも落水の勢いが優しい気がします。実際の水流は分かりませんが、最小流量はこんな感じ。最大流量に比べるとだいたい 64% くらいに抑えられるようです。続いては水流の確認をいつものメラミンスポンジで行います。まずは流量最大状態での確認です。結構抑えられてますね。落水部分付近はさすがに水流も強いですが、全体的に柔らかな水流で 30cm キューブならこれくらいがちょうどいい気がします。ただ落水部分がほぼ L 字になっているため、下の方にはあまり水流が行き渡らない感じがします。水槽全面で跳ね返った水流が下にもちょっと当たってるような流れです。続いて流量最小。先ほどの流量最大でもちょうど良かったんですが、最小もそこまで極端に水流が弱いわけではないようです。見た感じあまり水流に変化が出ているようには感じず、ちょっと変わったかなといったくらい。泳ぎの上手ではない生態でもギリいけるかなといった感じの水流です。ということで水流に関しては最大でちょうどいいぐらいだが、最小でもそこまでがっつり絞れるわけではないという結果となりました。最後は気になる静音性の確認です。寿は結構静音性にこだわってる印象があるので、どうなるか楽しみです。まずは流量最大。続いて流量最小。結果、流量によって音の違いはありませんが、共振してるような甲高い音が響いてて不快です。音自体の大きさはそこまでではなく、落水音とほぼ同じくらいなんですが、キーンという耳障りな高音がするため、音の小ささに比べて不快指数高め。正直今回も静音性抜群でしたねってなるかと思ってたんでびっくりしました。なんでうるさいのかなと思っていろいろ試したんですが、分かったのはブラスボックスのせいだということです。最初よくある蓋の共振かと思って外してみたんですが変わらず、ブラスボックスに触れると音が鳴りやんだため、外した状態で稼働させると超無音になりました。それこそ落水音しか聞こえないレベルの静音性で感動したんですが、音の現況が今回の目玉機能だったのは残念でなりません。取り付け方がまずいのかと思って何度もセットし直したんですが、甲高い音は治りませんでした。音に関しては個体差があるかもしれませんが、少なくとも自分の Z プラスはうるさいという評価。個人的には水槽部屋で使うのにはそこまで気になりませんが、寝室で使うのは無理といった印象です。ということで隅々まで検証していったんですが、全体的に秀逸なフィルターで、外掛けフィルターに革新的な機能をつけることに成功した製品だと思います。正直、ろ過能力に関しては比較できませんが、ドライウェット方式のろ過能力が高いことは周知の事実であり、これを外掛けフィルターという小型水槽向けのフィルターに落とし込むことができたのは素直にあっぱれ。同じ製品の Z30 に比べ Z プラス36は名前の通り適正水量が6リットル上がってるんですが、これは単純にプラスボックスのろ過能力です。逆に6リットル以上のアドバンテージがあると個人的には思ってるので、寿側が過小評価しすぎなんじゃないかと感じるレベル。まあ流量との兼ね合いもあるんでしょうけど、値段は2280円と少々高めですが、それを加味しても唯一無二の機能を備えているこのフィルターは刺さる人には刺さると思います。上に積み上げる方式なんで幅も取らないため、大きめの水槽のサビフィルターとしても効果を発揮するんじゃないかと考えています。ただ最大にして唯一の欠点は静音性です。見た目に関してはちょっと存在感がありはしますけど、色も目立たない黒で、好き嫌いは個人差があるという程度で収まる範疇だと思ってます。しかしこの静音性に関しては新機能のプラスボックスがあるがために起きていることなのでたちが悪いです。フィルター自体がこれだけうるさいならプラスボックスはメリットしかない両機能になるんですが、これがあるからこその騒音となると話は別。メリットとデメリットのある表裏一体の新機能となってしまいました。まあ音自体は大した大きさではないですし、よほど静かな空間でない限りそこまで気にならないとは思うんですが、甲高いのがダメですね。これが耐えられるかどうかはこれこそだいぶ個人差がありそう。というわけで総評、革新的なろ過機能を有した実質小さい丈夫フィルターであり、小型水槽の新たな選択肢として君臨するいい製品ですが、新機能のせいでうるさくなっためちゃくちゃ惜しいフィルターです。個人的には騒音さえ気にならないならろ過能力特化のフィルターが欲しい人にはおすすめします。それだけ新しい機能がすごいことだけはお伝えしたいですね。この製品が気になる方は概要欄に商品リンクを貼っておきますので見てみてください。今後も自分が気になると思った製品は徹底的に動画でレビューしていくのでよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。